はい、どうもしです。今日もクラッシュロワイヤルの動画を上げていきたいと思います。今日はですね、こちら、はい、リーグのリプレイ解説ですね、はい。使っているデッキはもういつも通り、はい、こちらのデッキになります。もう本当に、はい、今回はですね、ちょっと相性がかなり悪い相手と、はい、当たりまして、エリゴリデッキは基本的に、ファイボヤナメ、まあ、つまりですね、ライドラがもうすぐ死んでしまうような、すぐやられてしまうようなデッキに対してはかなりやっぱり弱いです。まあ、なんですけど、まあ、そういった相手でもある程度、立ち回れれば、もう簡単に勝てるのかなといった感じですね。では、早速やっていきたいと思います。まあ、最初はエリジャイですね、はい。まあ、これはもうもう何回も見てる人だったらわかるんですけど、もう基本的にもうすぐエリゴリ出して、それで、まあ、形組んで攻めてもいいです。まあ、この場合はちょっと相手がフェニックス来たので、まあ、これでエリゴリ展開しても良かったんですけど、その場合だとそうですね、フェニックスの前にエリジャイつけられると、もうキングを折られてしまうので、まあ、それを避けるためにも、まあ、ちょっとヒーラーからですね、まずは。で、まあ、ここアドバンテージ取ったので、まずエリゴリ展開になります。で、このフェニックスにはもう絶対に、はい、インドラ合わせたいので、まあ、まずは、ここはインドラで合わせて、で、それで、はい、エリババ丸出して、まあ、ブッパですね。まあ、そうするとある程度、はい、ダメージ取ります。で、ここをですね、ヒースピーつけてあげると回復するので、また相手は、はい、何かしら裂かないといけないといった状況ですね。まあ、こんな感じですね。こっち、はい、攻めてるのにもかかわらず、また、はい、こちらの攻めのターンが回ってきます。基本的にエリゴレデッキの場合はまずカウンターされないような攻めをするのが大事なんですけど、まあ、まずその大前提として、まあ、ユニット、まあ、後ろのユニットは絶対処理するようにした方がいいですね。シンプルにもうこれを続けてるだけで、はい、いけます。まあ、ただ、一つ付け加えるなら、うまい相手と当たったら結構このやり方だと普通にやられたりするんで、まあ、相手の PS が高かったら、まあ、こういうわけにはいかないんですけど、まあ、ただそうじゃなかったら、もうずっとこれしてるだけで、はい、大丈夫です。もうそうすると、もう嫌が多でも勝手にダメージは入るので。ここ、そうですね、相手も延長タイムになってきたので、まあ無理やり、はい、エリジャイつけてきたんですけど、まあこっちはエリババ持ってるので、まあ全然問題ないですね。で、しかもなんならこれ、はい、カウンターします。もう本当にこれを続けてるだけで、もう相手はもう苦しいのがもうすぐわかると思うので。で、ここでまずまたヒーラーですね。もう相手はもうこれ勝ち筋としてはもう逆サイド行くしかないです。まあそうですね、はい。まあ、なんですけど、エリババ握ってるんで、残念ながら、まあ、突破できないといった感じですね。まあ、あとは、はい、適当で大丈夫です。まあ、本当に手順を間違えなければ、もう簡単に勝てます。
で、次なんですけど、ここですね、ファイボヤナメの入ってる、デッキなんですけど、こうなると結構、はい、厳しいです。まあ、なんですけど、まあ、相手が、はい、どっかしら、まあ、やらかさない限りは、まあ、こっちは基本的にはもう、負けるので、まあ、まず大事なことはもうライドラあんまり出さないことですね。まあ、それか出した後に、ファイボかヤナメ打った後にライドラ出すかですね。まあ、ここなんですけど、はい、相手が、まあ、結構がっつりちょっとエレキサー消費しすぎちゃったので、このカウンターが相手にとって止まらなくなっちゃいましたね。まあ、別にこちらが何かしたというわけではないです。はい、相手が、ま、勝手に、はい、やらかしたといった感じですね。まあ、なので、こちらからがっつり攻めに行く必要はないです。相性悪かったら、もう基本的に攻めても通らないに決まってるので。で、まあ、この状態になると、もう相手は絶対どっかしら無理してくるので、まあ、その無理してきたところを、カウンターで、最後、まあ、2-1 で勝つといったプランですね。で、まあ、これでもう正直まあ、相手は結構ここでがっつり使っちゃったので、まあ、この相手が攻めてきたところを、まあ、ライドラだけで、はい、抑えて、あとはもうここから形組めればもう勝手に、はい、折れます。こっちは、右側のタワー5コストに対して、相手はかなりエリクサー使ってくれたので、やっぱりこうなっちゃうと結構、はい、きついです。まあ、これも正直も相手もかなりがっつりエリクサー使っちゃったので、まあ、ライドラ出してもいけるだろうと思ってたんですけど、まあ、ファイボヤ、矢の雨で、まあ、処理されちゃいましたね。まあ、なんですけど、まあ、かなりアドバンテージ取ったので、まあ、それもあんまり意味なかったといった感じです。まあ、基本的にはちょっともうライドラは出さない方向性で行った方がいいですね。もう出しても意味がないっていう、のを常に意識しとけば、まあ、ファイブアヤナメ相手でも、まあ、ある程度は、はい、立ち回れます。まあ、一番ダメなのは、まあ、そういったデッキに対して自分から突っ込みに行くことですね。やっぱり相性悪いのに自分から進めるっていうのは、ちょっと、本当にナンセンスですね。まあ、基本的にイリゴルデッキで 1-0 でリードしたら、まず相手が絶対どっかで無理してくるので、まあ、その無理してきたところを見逃さずにカウンターすることが大事です。で、あとはやっぱり相性いいなと思ったら、もうすかさず、もうもうちゃんとイリゴルで展開していった方がいいですね。変にまあ、時間食ってしまうと相手のペースになってしまう恐れがあるので、もう初手ゲーでも何でもいいので、もう相性いいなと思ったら、もう自らエリゴル展開した方がいいですね。まあ、この場合だと、まあ、確かにボムタワーには苦しめられるんですけど、それ以外は全然もう相性取れてるので、もうがっつり攻めても大丈夫です。
もう見ての分かる通り、まあ、相手もかなりもう完封はかなり、はい、難しいんですけど、まあ、ただこっから結構相手うまかったです。まあ、こっちはもうやることは一緒なので、もうまず後ろから展開して、でそれでまず形組んでもう攻めるだけなので、はい、相手ここキング、はい、攻めてきて、結構かなり、はい、防衛にエリクサー使わされて、まあ、攻めも通んないし、この状況を作られてしまったので、これはもう相手が、はい、うまかったですね。あそこキング攻めに行く勇気はなかなか、はい、難しいの、はい、難しいので、まあ、よく、はい、攻めましたね。でもこの時点で、あ、ちょっともう自分やらかしたなと思ったんですけど、まあまだ、はい、耐えてます。こっから結構相手が、そうですね、揺さぶったりするのがかなり上手くて、まあ、かなり状況が一変しちゃったので、まあこの状況から勝てたというのはかなり、はい、大きかったです。もうこうなると、もう相手のホグ一発も通せないので、もうこっからはもう完全にリババはもうホグ、もうホグ防衛用ですね。もう、はい、レイジまで出して、もう一発も、はい、通さない気持ちで、はい、行きました。はい、ここもですね、まあ、これは正直ちょっと相手が、はい、うまかったです。基本的に出してるだけで、はい、勝てるかなと思ったんですけど、ちょっと今回の試合はそういうわけにはいかなかったですね。最後なんですけど、ミナシンロイホグですね。これも正直相性最悪です。でしかもファイボー矢の雨なので、まあ、もっと最悪ですね。まあ、ザッピー来た時点で、まあ、ミナシンロイホグか、ロイジャイデッキになります。でこれでまあ見習い親衛隊来たので、まあ、ロイホグデッキですねといった感じです。まあ、できるだけやっぱりいちいち交換したいので、もうここはもう無理してでも、はい、タワー降りに行く感じですね。まあさすがにもうこの状況になるとキングタワー相手、まあ、攻めてくると思うので、まあここはもう左から展開ですね。もうこうなると相手は結構もう完封はもう絶対にできないので、
まあ、もう無理するしかないですね、このように。もうこの場合になるともうライドラ出しても、はい、いいです。ちょっとでも通ればいいですね。で、相手はもう基本的にはもうこのエリゴレも通したくなかったので、まあエリゴレに5を打った感じなんですけど、まあそれでもはい、まあもう意味ないですね、こうなっちゃうと。まあこれで、はい、ギリギリ勝つことができたといった感じですね。まあ基本的にダッシュだけでいいんですけど、相性悪かったらダッシュだけではいかないです。ある程度相手の、まあ、手札とか、まあ、エレクサーとかをちょっと把握しない限りはちょっと難しいのかなといった感じですね。はい、今日の動画は以上になります。また、リプレイ解説の方やっていきたいと思うので、またご視聴の方よろしくお願いします。